ピッツバーグスティーラーズ、ピッツバーグスティーラーズ、略称、ピットは、NFL に加盟し、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグに、本拠地を置く、NFL チーム、AFC 北地区に所属している。1970年に、NFL と AFL が統合した際 AFC に、組み入れられた、QNFL の3チーム、他の2チームは、クリーブランドブラウンズ、 ボルチモア・コルツのうちの一つである。愛称の由来はピッツバーグはかつて鉄工業が盛んだったことから、鉄の男たちから、スーパーボール制覇6回は、全 NFL チーム中最多であり、二度の連覇を達成した唯一のチームである。QB テリー・ブラッド賞、RB ・フランコ・ハリス、WR ・リンス・ワンの攻撃陣、1975年の公式戦では、 ハディスとロッキー・ブライアーの二人が1000ヤードランを記録に加え、DT ・ミーン、ジョー・グリーン、MLB ・ジャック・ランバート、アルブ・ジャック・ハム、DB ・メルブラント等による強力なディフェンス陣は、スティール・カーテンと呼ばれ相手チームに恐れられた。NFL に現存するチームでは5番目に古い歴史を持っている、アリゾナ・カージナルス、グリーンベイ・パッカーズ、シカゴ・ベアーズ、ニューヨーク・ジャイアンツ。 チームは1933年7月8日にアートルーニーによって設立された。設立当初は MLB のピッツバーグパイレーツと同一名で NFL のイースタンディビジョンに所属した。1940年にチームはスティーラーズと解消した。1942年にチームは7勝4敗と初めて勝ち越し、ルーキーのビルダドリーはリーディングラッシャーとなった。 翌1943年にダドリーや他の多くの選手が第二次世界大戦に従軍したため1943年にはフィラデルフィア・イーグルスと1944年にはシカゴ・カージュナルスと共同チームを形成した。1946年にジャック・サザーランドがヘッドコーチとなり復帰したダドリーがラッシング、インターセプト、パントリターンでリーグトップの成績を残し、 MVP に選ばれる活躍を見せた。1947年には8勝4敗で、ディビジョンタイトルを獲得し、プレーオフに初出場したが、フィラデルフィア・イーグルスに0から21で敗れた。サザーランドの次にヘッドコーチとなったジョン・ミケロセンは1948年から1951年の4シーズンで20勝26敗2分の成績に終わり、 1952年には、ジョー・バック、1935年から1936年にも、ヘッドコーチが、ヘッドコーチに復帰した。1954年にバックが健康上の理由で、辞任し公認には、アシスタントコーチのウォルト・キスリング、1939年から1944年にも、ヘッドコーチが就任した。1957年から1964年までの、 8シーズンはバディパーカーがヘッドコーチを務めた。この間の負け越しは3シーズンだけで1962年には9勝5敗でプレーオフに出場したがデトロイトライオンズに1から17で敗れた。1969年1月27日にチャック・ノルがが37歳でヘッドコーチに就任するとドラフトで後にプロフットボール殿堂入りする選手を多く獲得した。 彼が1969年にドラフトで最初に指名したのは DT のミーン・ジョー・グリーンだった。1969年は1勝13敗に終わったがそれによって1970年のドラフト全体1位指名権を得たチームはテリー・ブラド賞を指名した。その年の3巡では CB のメルブラント1971年にはジャック・ハム1972年には RB のフランコ・ハリスを獲得した。1970年にはチームにとって大きな出来事が2つあった。一つは AFL との統合によって AFC 中地区に所属することになったこと、もう一つは本拠地を3リバーススタジアムに移転したことある。1972年には11勝3敗で地区優勝を果たし、地元で行われた。 オークランドレーダーズとのプレーオフでは試合終了直前にハリスが行ったイマーキュレートレセプションと呼ばれる節的プレー、詳細工実により逆転勝利を収める最終スコア13から7。しかし AFC 優勝戦ではパーフェクトシーズンを達成したマイアミドルフィンズに17から21で敗れてスーパーボール出場は果てがなかった。 1973年には10勝4敗で、ワイルドカードでプレイオフ出場を果たしたが、オークランドレーダーズに14から33で敗れた。1974年から1979年まで、チームは6年連続地区優勝を果たした。1974年のプレイオフでは、バッファロービルズを32から14、オークランドレーダーズを24から13で破り、 第9回スーパーボールに出場し、スティールカーテンと呼ばれたディフェンスが、ミネソタバイキングスの攻撃を完全に封じ16から6で、スーパーボール初制覇を果たした。1975年には11連勝を含み12勝2敗で、シーズンを終え、プレーオフでは、ボルチモア・コルツを28から10、オークランドレーダーズを16から10で破り、第10回スーパーボールで、 ダラスカウボーイズを2から17で破り、スーパーボール史上、グリーンベイパッカーズ、マイアミドルフィンズに次いで連覇を達成した3チーム目となった。1976年は、開幕から1勝4敗と苦しんだが、その後9連勝して10勝4敗でシーズンを終えた。ボルチモア・コルツを40から14で破ったが、フランコ・ハリス、ロッキー・ブライアーが負傷欠場した。 オークラン・レイガーズ戦を7から24で落とした。この年のレギュラーシーズン、リンスワンが脳震盪を起こしたプレーについて、レイガーズのジョージアとキンソンを訴えた。1977年は9勝5敗で終えプレーオフ1回戦で、デンバーブロンコスに21から34で敗れた。1978年には NFL トップの14勝2敗でシーズンを終え、 デンバーブロンコスを33から10、ヒューストン・オイラーズ戦では9回のターンオーバーを奪い34から5で、勝利、第13回スーパーボールで、ダラスカウボーイズを35から31で破り、スーパーボールを3回優勝した、最初のチームとなった。1979年には12勝4敗で、シーズンを終え、プレーオフでは、マイアミドルフィンズに34から14、 ヒューストン・オイラーズを27から13で、ロサンゼルス・ラムズとの第14回スーパーボールでは、試合終盤まで相手 q b ビンス・フェラガモの活躍リードを許したが、ジョン・ストール・ワースへの2本の TD パスで、逆転31から19で勝利、4回目のスーパーボールを制した。現在のところ、スーパーボール連覇を2度達成した唯一のチームとなっている。 1980年は9勝7敗、1981年は8勝8敗で、プレーオフ出場を逃した。ストライキでシーズンが短縮された1982年は6勝3敗で、プレーオフに出場したが、サンディエゴチャージャーズに28から31で敗れた。この試合の後、スリーリバーススタジアムでは10シーズンの間、プレーオフから遠ざかることとなった。 1983年は10勝6敗で、地区優勝を果たしたが、プレイオフでは、ロサンゼルスレーダーズ10から38で敗れた。1984年も2年連続地区優勝を、果たしデンバーブロンコスを24から17で破り、AFC チャンピオンシップゲームに進出したがこの年、シーズンタッチダウンパス記録を更新した、ダンマリノのマイアミドルフィンズに28から45で、敗れた。 1985年には7勝9敗と14年ぶりに負け越し、1986年には6勝10敗に終わった。ストライキで短縮された1987年は最後の2試合を落とし8勝7敗でプレーオフを逃した。1988年にはここ19シーズンで最悪の5勝11敗に終わり、1989年は開幕2試合を0から51、 10から41と大差で敗れたが若いチームはここから持ち直し9勝7敗でシーズンを終えワイルドカードプレイオフで26から23とヒューストン・オイラーズを破りデンバーブロンコストのディビジョナルプレイオフは23から24とわずか1点差の好ゲームを演じた1990年には9勝7敗で AFC 中地区3チームが並んだが 地区内成績が2勝4敗だったチームはプレーオフ出場を逃した。1991年を7勝を9敗で終えた後、23シーズンにわたってヘッドコーチを務めたチャノルが辞任を発表し、後任にはビルカワーが就任することとなった。熱血感のビルカワーの下でチームは彼が就任してから6年連続でプレーオフに進出した。この記録は過去には ポール・ブラウンがクリーブランド・ブラウンズ時代に達成しただけであった。カウアーがヘッドコーチを務めた15年間でチームは10回プレーオフに進出と呼ばれたブリッツを多用した守備を武器に第30回スーパーボールに出場したがダラス・カウボーイズに敗れた。2004年シーズン守備で NFL1 位。攻撃は乱中心で組み立てられ、 新人 QB のベン・ロスリスバーガーは数々の新人記録を打ち立てたがスーパーボール出場を逃した。RB ジェローム・ベティスはこの年で引退を決意していたがロスリスバーガーは自分がスーパーボールに連れて行くのでもう一年プレーしてほしいとベティスに頼んだ。2005年シーズンではチームは AFC 第6シードながらプレーオフに出場。 インディアナポリス・コルツ戦ではシーズン中ほとんどファンブルしたことのないベティスが試合終盤にファンブルし相手に攻撃権が渡り大ピンチとなったがコルツのミスに助けられるなど勝ち上がり第6シードのチームとしては初めてスーパーボールに出場を果たした第40回スーパーボールではシアトルシーホークスを破り26年ぶりに5度目となるスーパーボール優勝を果たしたベティスは 故郷デトロイトで行われたこの試合で現役を引退した。カウアーは2006年シーズン終了後、翌2007年1月7日に家族との時間を大切にしたいと辞任した。後任のヘッドコーチはアートルーニー2世、ダンルーニー、GM のトニー・トルバートの3人の話し合いで数人の候補に絞られた。オフェンスコーディネーターのケン・ウィゼンハンとオフェンスラインコーチのラスグリム、 元オフェンスコーディネーターのチャンゲリー、ミネソタバイキングスのディフェンスコーディネーターのマイクトムリン、シカゴベアーズのディフェンスコーディネーターのロン・リベラである。1月22日にマイクトムリンが新ヘッドコーチに選ばれたことがチームから発表された。彼はスティーラーズの歴史上初のアフリカ系アメリカ人ヘッドコーチであった。2008年度の 第43回スーパーボールでは残り35秒からサントニオ・ホームズへの逆転タッチダウンでアリゾナカージナルスを27から23で破り史上最多6度目の優勝を飾ったスーパーボール連覇を狙った2009年はトロイ・ポラマルの負傷などでチームはプレーオフ出場を逃したこの年ロスリースバーガーが脳震盪を起こした次の試合で欠場したがその際 ハインズ・ウォードは、不満を漏らした。2010年、ASQB のロスリス・バーガーが、NFL の行動規範に反する行いをしたとして、開幕から6試合、その後、ロジャー・グッテル・コミッショナーにより4試合に減らされた。出場停止になることが決定された。そのため、チームはかつて控え QB を務めた、バイロン・レフトウィッチと契約したが、故障のために欠場することになり、QB は、 デニス・ディクソン、チャーリー・バッチの二人でロス・リス・バーガーが復帰するまで、開幕から3連勝し、3勝1敗で乗り切った。チームは12勝4敗で、AFC 第2シードでシーズンを終えた。ディビジョナルプレイオフでは31から24で、ボルチモア・レイブンズに勝利。AFC チャンピオンシップゲームでは、AFC 第6シードながら第1シードの、ニューイングランド・ペートリオッツを破った。 ニューヨークジェッツと対戦して24から19で勝利し、第45回スーパーボール出場を果たしたが、グリーンウェイパッカーズに25から31で敗れた。2011年、ボルチモア・レイブンズと同じ12勝を4敗を挙げたが、直接対決で2敗したためワイルドカードでのプレーオフ出場となった。最終週に負傷した RB、メンデンホールが欠場。この年、 チーム最多タックルを挙げたライアン・クラークも、釜状積血休憩室の症状がかつてコーチである、デンバーで悪化したことがあるため欠場したデン、ブロンコスとのワイルドカードプレイオフで、オーバータイムの末、23から29で敗れた。シーズン終了後、オフェンスコーディネーターのブルース・アリアンが引退を表明した。2013年11月28日のボルチモア・レイブンズ戦で、 ジャコビー・ジョーンズのキックオフリターン中にマイク・トムリンヘッドコーチがフィールド上に侵入しジョーンズの進路妨害をした疑いにより10万ドルの罰金処分を受けた2014年から3年連続してプレーオフ出場を果たしうち2014年と2016年は地区優勝を果たしたがいずれもスーパーボール出場はならなかった2017年も また地区優勝を果たしたが、プレイオフ初戦で、ジャクソンビル・ジャガーズに敗れた。2018年は、最初の10試合を7勝2敗1分と好調に、消化したものの、続く6試合で2勝4敗に終わり、プレイオフ出場を逃した。1972年12月23日の、AFC プレイオフ、タイレーダーズ戦。スティーラーズは残り22秒時点で6対7で、 リードを許している状況。自陣40ヤードからの攻撃、残り10ヤード、すでに、ホースダウンという瀬戸際に追い込まれていた。ボールを受けた q b のテディ・ブラッドショーは、自陣29ヤード地点から、敵陣35ヤード地点にいた HB のジョン・フッカに、パス。しかし、フッカは、レーダーズのセーフティであるジャック・テータムと接触して、パスを取り損ね、ボールは、 テータムの体に触れて、スティーラーズ陣側に跳ね返った。そのボールを、フランコ・ハリスが、地面まであとわずかの地点でキャッチ、相手陣に向けて失踪する。パス不成功が成立したと思って一瞬動きを止めていたレーダーズ選手は追いつくことができず、ハリスはそのままタッチダウンを奪った。試合は、その後、スティーラーズが、TFP も決め終了。対により、 スティーラーズが AFC 優勝戦へ駒を進めた。このプレーは後に無限在の親鳥、イマキュレートコンセプションイコール正常なる事態に引っ掛け、イマキュレートレセプション、イマキュレートレセプションイコール正常なるパスキャッチと呼ばれるようになった。絶対絶命の場面からの大逆転を実現した。このプレーはチーム史上のみならず NFL の歴史においても屈指の奇跡的プレーとして、 現在でも語り継がれている。応援は、熱狂的で、テリブルタオル、テリブル、タオルという黄色のタオルを振り回すことで有名。このテリブルタオルは、地元ラジオ局のスティーラーズ専門アナウンサー、マイロンコープ、2005年に引退の発案で作られた。1975年のプレイオフにおける対、ボルティモアコルツ、現インディアナポリスコルツ戦で初めて行われ、以降、 スティーラーズの象徴的な応援となっている。同地区のライバル、クリーブランド・ブラウンズ、ボルチモア・レイブンズ、シンシナティ・ベンガルズに加えて、これまでポストシーズンの対戦を繰り返している、ニューイングランド・ペイトリッツ、オークランド・レーダーズ、テネシー・タイタンズ、ダラス・カウボーイズなどが挙げられる。また現在のスケジュールでは4シーズンに1回しか対戦しないが、フィラデルフィア・イーグルとは、 プレシーズンゲームで毎年のように対戦している。1950年からの対戦成績は、最初の40試合の勝敗では9勝31敗で、あったが2008年終了時点での対戦成績は57勝55敗と、スティーラーズがリードしている。1999年に、ブラウンズが再結成された後の対戦成績では17勝3敗と、圧倒しており、 現在10連勝中である。また1970年から1985年までの16年間は、スティーラーズの全勝で、スリーリバーススタジアでの対戦は、スティーラーズの24勝5敗となっている。ビル・カウアーは、スティーラーズのヘッドコーチに就任する前、ブラウンズで、スペシャルチームコーチ、ディフェンスバックコーチを務めている。 1996年からの対戦成績は16勝10敗で、スティーラーズがリードしている。両、チームとも強力なディフェンスで知られている。2001年、ハインツフィールドを本拠地にしてから、初のホームでの負けが、レイブンズ相手の試合であった。このシーズンプレイオフで対戦し、前年のスーパーボウルチャンピオンのレイブンズを27から10で破った。 2008年の AFC チャンピオンシップゲームでも対戦し、スティーラーズが勝利している。NFL と AFL が統合された1970年からの対戦成績は47勝30敗で、スティーラーズがリードしている。2005年のワイルドカードプレイオフでは、AFC 第6シードのスティーラーズが31から17で、ベンガルズ折り、ベンガルズ QB のカーソン・パーマーは、 キモフォン・オルホフンのヒットを受けて膝を負傷し退場した。ベンガルズの選手たちは汚いプレーだと非難したが、NFL のルールでは正当なルールでありゆえと判断されている。2005年、2006年はお互い11勝5敗、8勝8敗で終わり対戦成績も1勝1敗であったが、ディビジョン内の対戦成績でベンガルズが上位となった。1996年。 1997年のプレイオフで両者は対戦している。ペイトリオッツには大老、カーティス・マーティンとピッツバーグ近郊出身の二人の選手が在籍していた。2001年のハインツフィールドで行われた AFC チャンピオンシップゲームでバンクルは背で敗れた。2004年の第6週で対戦しペイトリオッツの連勝21で止めたが、AFC チャンピオンシップゲームでチムは敗れた。 1998年から2007年までの10年間で7回、対戦したがそのうち6回チームは敗れた。2008年フォックスボロスタジアムで行われた試合で、相手 QB のマットキャセルから5回のターン王を奪って33から10で勝った。通算成績はスティーラーズが14勝10敗とリードしている。1970年代からのライバル関係にある。 プレイオフでの初対戦となった1972年12月23日の試合ではフランコ・ハリスのイマーキュレートレセプションで13から7と勝利した。翌1973年のプレイオフでは敗れたが1974年、1975年の AFC チャンピオンシップゲームではいずれもレーダーズを下した。 1976年のチャンピオンシップゲームでも両者は対戦したがこの試合でリスワンがジョージアトキンソンの激しい当たりで負傷退場し試合はレイダーズの勝利に終わった。チャック・ノルヘッドコーチがこれを厳しく批判したことに対してレイダーズとアトキンソワノルに対して名誉毀損で訴訟を行ったが敗れている。近年はレイダーズが低迷しているためプレイオフでの対戦はない。 通算成績は11勝12敗で、レーダーズにリードされている。1960年にカウボーイズが創設された際、コットンボールで最初に対戦したのがスティーラーズであった。この試合は35から28でスティーラーズが勝利した。両チームはスーパーボールで3回対戦しており、最初の2回の対戦、第10回スーパーボール、 第13回スーパーボールではスティーラーズが勝利した。第13回スーパーボールに出場した選手、コーチの合計20人がプロフットボール連動入りを果たしておりこれはこれまでのスーパーボールサイトの人数となっている。1977年にカウボーイズは第12回スーパーボールを制覇したが11月に スリーリバーススタジアムでの対戦ではスティーラーズが二十八から十三で勝利した。ロジャース・トーバック現役最後のシーズンとなった九百七十九年にも、両チームはスリーリバーススタジアムで対戦し十四から三でスティーラーズが勝利した。九百七十年代、九百八十年代、合計八回の対戦中六回はスティーラーズが勝利、したが九百九十年代には、 第30回スーパーボールでの27から17の勝利を含めて4試合ともカウボーイズが勝利した。通算成績は15勝15敗のタイ。カッコ内は電動入り年度2007年にファン投票で75周年を記念したオールタイムチームが決められた。オフェンス QB、テリー・ブラッド・ショー RB、ジェローム・ベティス RB、ロッキー・ブライアー RB、 フランコ・ハリステ・テベニー・カニンガ・ガムテ、LB ・ニッケル・ WR、ジョン・ストール・ワース・ WR、リンス・ワン・ WR、ハインズ・オール・ OT、ティー、ナディ・ブラウン・ OC ・ダー・モンティ・ドーソン・ OG、アラン・ファニカ・ OT ・トーン・チール・キン・ OT、ジョン・コルブ・ OC、マイク・ウェブ・スター。ディフェンス・ディー・ティー・ミン・ジョー・グリーンデ、エルシー・グリーン・ウッド・ d t ー、ケイシン・・ハンプトン・ DT、ーケイシーハンプトン DT、アーニー・スタウト・ナーデ、ドワイト・ホワイト・ LB、 ジャック・ハム・ LB、ジャック・ランバート・ LB、グレッグ・ロイド・ LB、ジョイ・ポーター・ LB、アンディ・ラッセル・ DB、メル・ブラント・ DB、ジャック・バトラー・ DB、カーネル・レイク・ DB、トロイ・ポラ・マル・ DB、トニー・シェル・ DB、ロッド・ウッドソン・スペシャリスト・ K、ゲイリー・アンダーソン・ P、ボビー・ワルデン。プロフットボール・伝道入り選手、イタリック・キャリアを、スティーラーズで終えた選手、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。